はい、皆さんこんにちは。今日は月曜日です。アップルに関するニュースや噂の1週間分のまとめということで、ここ1週間はですね、アップル自身の動きであるとか、あるいはですね、次期 iPhone 15に関する噂などが中心に出ていたでしょうか。そのあたり中心に気になるものをまとめていきたいと思います。はい、ということでまずはですね、このチャンネルでの動画の紹介ですが、米国で秋の iPhone 値上げの噂なんかが出ていまして、で、その噂を受けてですね、日本での価格がどうなるのか7パターンほどシミュレーションを、したんで、この動画はまだの方はね、ぜひ見てみてください。そして日本では iPhone の Suica とか PASMO の定期券がですね、中高生にも拡大したということで、今までね、大学生専門学校生以上というね、条件だったのが引き下げられていました。で、これがですね、サービス内容がスイカとパスモでちょっと違うんでね、それぞれまとめているのでぜひ見てみてください。これからサービスを初めて使う方向けの基本のまとめっていうのも、それぞれ入っております。はい、そしてセール情報ですね。Amazon のセールの方は昨日いっぱいで終わっていますが、ヨドバシカメラが3月17日から3月31日までで、Apple 製品の新生活応援プライスというのをやっていますよね。で、MacBook Air が最大 11% オフとかですね、あるいはですね、iPad もこれ最大 iPad Air が 14% オフで、 Apple Watch の方もね、お安くなっているようで、で、なんかアクセサリーがね、パラッと見た感じだと、普段安くならないものが安くなったりしていますよね。で、Amazon でね、逃した方とか、あるいは学生ではない方にはいいのかなってところで、ヤマダ電機も、セールをやっているようですね。はい、そしてここからのアップルの噂ですね。3月19日ブルームバーグのパワーオンニュースレターですね。昨晩出たガーマン記者のニュースレターなんですけど、こちらによりますと、アップルがレイオフ回避へ向けて全社的なコスト削減の策を講じているという話ですよね。ちょっとね、生々しい噂なんですけどね、経済が不安定な状況でもアップルは他のどのハイテク企業よりもはるかに高い利益300億ドルを上げており、体力はある。ただし、前の四半期は売上高が 5% 減少しているんで、このね、コスト削減を行っているということで、で、内容としてはコーポレートチームのボーナスを年1回にしたってことで、2回あったらしいんですけどね。そして直近ではない研究開発を延期したと。あとは上級副社長の承認を必要とする項目が増えたりとかですね。あとは新規採用の停止。そして、経費がかかる人員の移動の停止も行っているということで。あとはですね、請負業者や非正規の削減なども、行っているということで。その他出張予算の大幅削減や、勤怠管理の強化などをやっていて、で、勤怠管理についてはレイオフの理由にされるんじゃないかと気にしている社員の方もいらっしゃるということなんですけど、ただ記事ではですね、競合他社の動きに比べればかなり緩やかだとしていまして、これ読むとね、危機感を持っているのは間違いなくて、結局非正規とか請負業者から削減している模様でですね、その先どういう方向に行くのかはもう業績次第といったところなのかなというところですよね。はい、そして同じくニュースレターでは iOS16.4 のことにも触れていました。一般公開が近づいているということで、今後3週間程度で MacOS、WatchOS、TVOS のアップデートをリリース予定だということで、で、 iOS16.4 についてはですね、ハートの色とか動物、楽器、花などの新しい絵文字、そして T モバイルを含む一部の通信事業者向けのより高速な 5G の提供で、あとはサファリでのウェブサイトからのプッシュ通知のサポートってことで、これはなんかね、詳しい方によると、これによってそのウェブサイト見るだけみたいな余計なアプリを作んなくてよくなんじゃないかなって話が出てましたね。で、あとは Apple Book でのページめくりアニメーションの復活、あとはホームキットの新しいアーキテクチャ、そして韓国での Apple Pay のサポートも始まるようです。で、そして 14 Pro の常時表示のディスプレイの新しい設定などがあるそうです。あとはメッセージでマストドンのコンテンツプレビューの機能がついたりするようです。で、時期についてはね、3月21日から韓国で Apple Pay 開始って現地情報がね、コメント欄で入ってたんです。で、その機能がセットだと明日リリースってことになるんですけど、3週間っていうのはね、やや謎ではあります。
はい、そしてここからの iPhone の噂ですね。3月17日 95Mac の記事ですけども、iPhone 15 Pro はチタンのためにステンレスを捨てるのかという記事ですね。で、今年の15 Pro は初めてチタン製の新しいシャーシーを特徴すると噂されていて、まあ、軽いデザインとか、あるいは耐久性強化などの可能性があるということで、で、これシリーズ7のね、ステンレスとアルミとチタンの重さを比べた表なんかをね、載せていましたけども、まあ、チタンはね、アルミよりは少し重いけど、ステンレスよりは軽いんですよね。でウォッチでは 12% ステンレスよりもチタンのが軽量ということ で記事ではね、参考用に iPhone 14シリーズの重量を載せていましたけども、まあ、この指紋抑制とかもね含めて筆者はチタンに期待しているなんて、締めくくりをしていましたけど、で記事内ではね試算してないですけど、 12% がね iPhone にも当てはまるとすれば、チタンに置き換えた場合には14 Pro は 181.2g、Pro Max は 211g になるという感じなんで、これ181は結構魅力的に感じたのは私だけではないはずです。はい、そしてもう一つ iPhone 15 Pro Max の話ですけども、3月11日 95Mac ですね。で CAD ファイルと独占レンダリングによって 95Mac は iPhone 15 Pro Max がこの記録を破ってスマートフォンの中で最細のベゼルになるという結論をつけたということで、まあ、リーカーのアイスユニバースさんが出してきた寸法ではですね、この黒いベゼル幅はわずか 1.55mm ということで、でこれが14 Pro よりも 28% 減るということ で今現在 Xiaomi の13っていうのが、保持する 1.81mm っていう記録があるんですけども、まあ、それを破るんじゃないかということで、まあ、ちょっと持ちやすさって疑問もなくはないですけどね、まあ、ただナンバーワンになることは悪いことじゃないのかなと思いました。はい、そして3月11日マックルーマーズの記事、2023年のアップルウォッチシリーズ9、この秋アップルに予想できることのまとめということでですね、まあ噂をまとめたということ で1つ目は22年に開発リソースをウルトラに集中させて、まあ、スタンダードのシリーズ8の新機能は見られなかったんですが、今年のシリーズ9でも同じじゃないかというねことを予想していますよね。プロセッサーについてはシリーズ6の S6 から同じだったんで、今年はちょっとは進化するんじゃないかなということ、そしてウルトラに Bluetooth 5.3 を追加しているので、シリーズ9に今年つくんじゃないかとかね、そしてバッテリーの持続時間は小幅改善かとしていましたけど、あとはウルトラはね毎年出るか分かんないというねことを書いていましたんで、なんか全体読むとあんまり知ってることはないのかなという感じはしましたかね。はい、そしてねこちら結構ね面白い記事だったんで紹介します。3月15日ウォールストリートジャーナル、ジョアンナ・スタンさんのレポートとなっていますね。アップルと通信事業者があなたの古い iPhone を欲しがる理由というのを結構ね力作の、まあ、動画と記事でね上げておりまして、で要約するとね、ちょっと文字ちっちゃくなっちゃってすいませんけども、まあ、この日本に限らず米国でもですね、結構この iPhone 無料なんていうプランがあったりするみたいで、古い携帯電話下取りに出すと新品の iPhone 14を無料なんていうねプランも、あったりするらしいんですよね。で、まあ、まずね通信事業者はこれで長期契約とか、一つ上の 5G 契約を得ることと、あとは表向きはまあ環境問題に取り組めるというのがまあメリットだとしていますね。そしてねこの下取りされた iPhone の行方を追ったということで、なんか USMP というねキャリアから買い取ってる業者さんを取材したなんてことでね、詳しく書いてますけども、で何でもね3分の2はデータ消去からクリーンアップをされた後に、多くの場合は海外の卸売業者に売却するそうなんですね。まあ、本体の状態とかバッテリーが 80% あるかないかで選別されたりするようです。で3分の1の状態の良いものは、姉妹会社でクリーニングと再整備をされて、米国国内の中古市場で売られるってこと で、まあ、中古のまあ市場では新品価格よりも 2,3 割低く設定して売るそうでですね、まあ、粗利は 10から15% 程度で、まあ、物によってはちょっと赤字になる場合もあるなんてことをね、取材で聞いてきたようです。でこの会社では iPhone と iPad がやはり主流だということで、ソフトウェアの更新が長期にわたってやってくれるっていうのがまあ人気の理由で、
Android とはそこが違う点だなんてことをね書いてましたけども、まあ、なんかね iPhone の中古での人気ってこの OS のサポートの長さっていうのは妙に納得しましたけども、この中古市場の粗利が 10-15% っていうのも、まあこれなんとなくね、自分が売った価格と販売価格を比べて思ってましたけど、やっぱそうなのかという感じの、まあ裏付けも取れた感じはしましたかね。かなり端折っているんで元記事をぜひねご覧ください。リンクを貼っています。はい、そして複合現実ヘッドセットの話ですね。3月15日 9to5Mac の記事ですけども、Apple は今年中に発表予定の複合現実ヘッドセットに取り組んでいると伝えられているけども、その存在に関する新しい証拠があって、それは Apple から来ているということで、で、Apple が GitHub で開発者が利用できるソースコードを更新して、興味深いことにこの最新のオープンソースコードにはですね、まあこのリファレンスなどの中にですね、この iOS、MacOS などの既存のプラットフォームとともにリアリティ OS とリアリティシミュレーターというのがまああるということでですね、まあこれ OS 名諸説噂がありますが、まあほぼこれってことなんですかね。はい、そして3月16日 9to5Mac の記事ですけども、この NBA の iOS アプリがライブアクティビティをサポートしたってことで、まあ前の週に NCAA のアプリでもですね、サポートしていたのが、ついにプレーオフを前にのサポートしたなんてことでですね、まあ、ロック画面とかにですね、このまあライブアクティビティとして更新される、まあ、このね試合の経過なんかが出てくるようになるってことで、こういうのね日本でも増えると嬉しいですね。はい、そしてサプライチェーンの話ですね。3月16日 9to5Mac の記事です。 Foxconn と Apple の新しい契約では AirPods がインドで初めて生産される予定ということで、ロイター通信によれば、Foxconn が Apple のワイヤレスイヤホンを製造するインドの新工場に2億ドルを投資しているということで、で、Apple は中国からの多様化を優先しているためですね、インドの生産拠点を具体的に要求して、この Foxconn は Apple とのエンゲージメントを強化するために取引を進めたと伝えられているようで、まあ、テック系でもね、中国離れがかなり加速しつつあるということで、これ雑貨とかアパレルではね、もう20年近い流れなんですけどね、まあ、やはり、部品メーカーの問題とかもあって時間がかかったようです。はい、そして3月16日、マイクロソフトがオープン AI の、まあ、最新技術 GPT-4 を使った、生産性進化させるための、オフィスアプリへのアップデートを発表していますよね。まあ何でも電話会議からドキュメント、E メール、スライドデッキなんかを生成できるってことで、まあ、ただまあ副社長はですね、人間がプロセスとコンテンツの使用方法をコントロールできることが重要だともしていて、まあ便利でね、良さそうな機能ですけども、やはり活用の仕方が重要ということで、まあそのまま使うっていうよりはね、チェックをしながらという感じになるとは思います。はい、そして Apple 自身はですね、Siri の新しい言語生成機能をテストしているということで、まあこれはですね、tvOS の 16.4 のベータ版からテストをされていることが確認できたなんていうことでですね、まあただなんかチャット GPT 的なものにする意図でもないと記事ではしていましたかね。はい、そして最後、Apple Music は22年にストリーミング音楽の収益を133億ドルに押し上げたという記事、3月15日 9to5Mac ですけど、アメリカのレコード産業協会からの新しいデータでは、米国国内での音楽の収入は2022年に 6% 増の過去最高159億ドルだったそうです。で、内訳はストリーミングが 84%、前年比 7% 増、そして物理製品ですね、CD レコードなどですけどね、17億ドルの前年比 4% 増。で、あとはデジタルダウンロードが4億9500万ドル、3% ですね。で、ストリーミングのサブスク平均数は 10% 増の9200万人に増加してですね、まあ、このレポートはストリーミングが成長し続けて音楽業界の収益の多くを支配していることを浮き彫りにしたということでございます。まあ、私も CD 購入とかダウンロード購入しなくなって、もうね、サブスクでストリーミングばっかになってますからね。はい、ということで、まあ、個人的にはね、やっぱりこうチタンの iPhone 15 Pro っていうのは非常に気になっててね、まあ、結構あのアプローチで使ってきましたけどね、なんか質感もいいしね、ステンレスより軽いっていうのがいいのかななんてことでね、ちょっと秋の iPhone 15 Pro にはね期待したいところでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。
この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。